先日上げられた腕立て動画のおっぱいが床に当たる音が実際におっぱいの音を収録したっていう話は本当ですか？本当ならばどうやって収録したのか今再現していただけないでしょうか？ですね、まずこうマイクの位置をこの辺にちょっと置いといてですね、置いといてちょっとこうかな、こう机の前で、まあ、立つ、こう胸をしてね、こう当てると。ちなみに船長試してる時に一回音がこれじゃ しないかなと思って生乳でやったこともあるんですけど、生乳でいくとね、なんかねペチンみたいな音になって、これは服を着た状態でやるとこういう音になるんですね。生だとベチンベチンって感じになりますと。先になんかこのなんかこの音ってさ、あんまり音鳴ってるように聞こえなくて、あんま音鳴ってるように聞こえないから、もっとちゃんとした音がいるんじゃないかと思って、こうずらしてですね、こう行ったんですけど、でも結構それだとね、それはそれでちょっとね、なんかこんな音じゃないよなみたいな、そもそも服を着てやってるのにこういう音にはならないかって こだわりの末にこだわりの末にそういうことになりましたね。ビンさん、生バージョンは生さっきだ、さっき聞かしたでしょ、聞こえなかったの？生バージョンちょっとやったんだけど、わからんかった。ちょっと待って、まずこれがね普通ね、はい、ちょっと待って、これが普通のね、で、こうですね。こういうこと、わかる？この違いが。ね？